香港代表作で初めてノミネートされたくれない夢を監督したチャン・イーモーアカデミー国際長編映画賞香港代表作品の一覧を示す香港は1959年に初めてアカデミー国際長編映画賞に映画を出品したアカデミー国際長編映画賞はアメリカ合衆国の映画芸術科学アカデミーが主催し アメリカ合衆国以外の国で制作され、主要な会話が英語以外で占められた長編映画を対象としている。香港代表作は香港の映画産業協会により選出されている。香港、中国、台湾はアンパスからは個別の存在として認識されており、それぞれが代表作を提出している。2020年度までに本選ノミネートに至ったのは、 くれない夢、さらば、我が愛、覇王べっき、少年の君の3作であり、そのうちデレクツァンのみが香港出身監督である。香港映画の特徴の一つとして、独特の関東語の使用が挙げられるが、関東語の作品は代表作の約半数である。2006年度にアカデミー作品賞を獲得したリパーテッドは、 香港映画のインファナルアフェアのリメイクであるが、インファナルアフェアの方はノミネートされなかった。最も多く香港代表作を手掛けた監督は、ジョニー・トーとリー・ハンシャンの3回、ついでユー・フェン、ワイ・カー・ファイ、キン、フー、アン・ホイ、イム・ホウ、ウォン・カー・ウアイの2回である。2002年度の2004年度の香港代表作は、アカデミー側により規定違反であると判断されて、 失格となった。1956年よりアンパスは外国語映画賞を設置し、各国のその年最高の映画を招待している。外国語映画賞委員会はプロセスを監視し、すべての応募作品を評価する。その後、委員会は5つのノミネート作品を決定するために、秘密投票を行う。以下は、香港代表作の一覧である。ありがとうございます。